こんにちは。愛知県小牧市出身でプロゴルファーとして活動させていただいてます水田達明です。私は令和3年度の小牧市夢にチャレンジ助成金に応募させていただきました。小牧市夢にチャレンジ助成金という夢を育み夢へのチャレンジを応援する素晴らしいプロジェクトを立ち上げていただきました。子ども政策課の皆様並びに全ての関係者の方々にお礼申し上げます。それでは活動報告の方をさせていただきます。まず私がゴルフを始めたのは3歳の時でした。父母ともにフグの和食亭を営んでおり、休みがない中私とのコミュニケーションの一環としてゴルフの練習場に連れて行かれたのがきっかけでゴルフを始めました。初めて出た小学3年生の試合でビリという結果を得て悔しくて、そこから練習に真剣に励むようになりました。また小学4年生の時に刀剣ホームメイトカップを祖父と見に行き、プロゴルファーのかっこよさを目の当たりにしました。若きして活躍している石川遼選手や世界の最前線で活躍するタイガー・ウッズ選手を見て、自分もプロゴルファーになり優勝をしたいと夢を目指すようになりました。私の小牧市夢にチャレンジ助成金のチャレンジ内容は、2022年度ジャパンゴルフツアートーナメント、また下部ツアーのアベマツアーへの出場資格を目指し QT に挑むというものでした。プロゴルファーにもツアープロとティーチングプロの2種類があり、私はその中でもツアープロを目指し QT に出場しました。 QT とはテレビやアベマ TV などでよく見るゴルフツアーに出るための予選会のことです。この試合の資格を得るには年1回行われる QT に出場しランキングを獲得しなければなりません。 QT はファースト、セカンド、サード、ファイナルの4段階で構成されており、ファイナルの上位者から来年のツアーへの出場資格のランキングを獲得しツアーに出場していくという構成になっています。活動期間は2021年10月4日から11月12日まででした。10月4日から10月7日に花の木ゴルフクラブで行われたファースト QT で12位タイで通過、11月9日から11月12日にゴルフ5カントリークラブサニーフィールドで行われたセカンド QT では73位カットでセカンド落ちでした。 QT に出場したのは初めてで、サードまで行きアベマツアーへの資格、ファイナルでレギュラートーナメントへの資格が得られるので2022年度の出場資格は得られませんでしたが、ファーストを突破したことにより QT ランクというものがつき、トーナメントプロの資格を得られたので2022年度よりプロゴルファーとして活動しております。現在の活動状況につきましては、レギュラーツアーへの予選会、マンデートーナメントからのツアー出場、 ISPS ツアーなど地方オープンなどで実績を上げ、2022年度の主な活動結果は3月に行われた岐阜県オープンで3位、6月に行われた SMBC モビット QT チャレンジで3位、7月に行われた FJ ツアー武井壮プレゼンツ110ノーカップで優勝、8月に行われた中日 CBC チャレンジ To the Crown で優勝など、ツアーで活躍できる選手になれるよう実績経験を積んでいます。また8月の中日 CBC チャレンジ To the Crown の優勝で2023年度中日クラウンズへの出場が決まりました。ツアーデビュー戦になるので全力で頑張りたいと思います。今回のチャレンジを通して学んだことは、国内日本人のプロゴルファーは約4000人と言われており、その中でもレギュラーツアーに出場できるのは120人です。また予選会を突破し賞金を獲得できるのは半分の60人、ゴルフを仕事としてする厳しさを思い知りました。ですが家族の支え、スポンサーさんの支え、所属コースの支えがありながら、今はゴルフだけに全力で打ち込めています。早く皆様に結果で恩返しできるよう頑張りたいと思います。今後の抱負につきましては、2022年度の QT も9月から始まってきており、9月13日から9月16日で、白山ビレッジゴルフクラブキングコースで行われたファースト QT は26位タイで通過し、
11月の8から11月の11で下関ゴールデンゴルフクラブで行われるセカンド QT に挑みます。今年こそはファイナルまで行き、レギュラーツアーの全試合の出場資格を得られるように頑張りたいと思います。まずは日本で優勝し、そして賞金王になり、ゆくゆくは松山英樹選手のように世界で活躍できるプロゴルファーになりたいと思っています。自分のプレーを見てゴルフを好きになってもらえる、ジュニアたちに夢を与える、そんなプロゴルファーになりたいと思っています。助成金を活用し、2021年度に受けた QT からプロゴルファーに転向しました。アマチュア時代とは違い、ゴルフが仕事になったことによりゴルフ自体を楽しむことを忘れがちになってしまっていたので、始めた頃の楽しいという初心を忘れないよう、これからも日々ゴルフと向き合っていきたいと思っています。小牧市では夢にチャレンジ助成金制度というものがあります。ぜひこの制度を使って皆様も夢にチャレンジしていただきたいと思っています。一緒に夢を目指して頑張りましょう。小牧市夢にチャレンジ助成金は、小牧市まちづくり推進計画に掲げる都市ビジョン1、子ども夢チャレンジナンバーワン都市の実現に向けて、子どもの夢を育み夢へのチャレンジを応援する事業の一つとして、15歳以上25歳以下の応募条件を満たす提案者自らが考え企画した活動を募集し、30万円を上限に必要な費用の一部を助成する制度です。皆さんからのご応募お待ちしております。君と一緒に育っていきたい。